バウンティーラッシュシャンクス。一時期超フェスとして認められていなかった青シャンクスですが、修正を得て強くなり帰ってきました。強くなった点としては、まず通常攻撃スキルの強化、全体的に早送りしたようなモーションとなっており、機動力が以前より向上。これだけでもかなり強くなったと言えますが、特性も超強化されています。特筆すべき点としては、状態異常付与された時によろきむ効かつ防御力増加。今の環境ではオリンの燃焼状態やカイドウの回復不能状態など条件を簡単に満たしやすいですし、よろきむ効かつダウン無効になる恐ろしさは緑シャンクスで体験しています。あとは KO した時の恩恵が増えたり、全体的に耐久できるアタッカーになったという感じですかね。カウンターの単色も地味にありがたいです。通常攻撃が強く、カウンターもある、遠距離攻撃スキル持ちなど、本当に強くなったシャンクス。これでもうバカにするやつは誰もいない。もう存分に誇ってください。何言ってんだお前。バウンティーラッシュ黒ひげ。一番最初の超フェス、もともと強かったキャラでしたが、修正が入りさらに強くなりました。まずは通常攻撃スキルの強化。速さに関してはそこまで変わっていませんが、範囲が広がっています。通常攻撃のリーチも少し伸び、使いやすくなってますよね。特性に関しても強化が入っており、内容は主に2点。一つ目は能力者に対して与えるダメージが 30% 増加。スキル1と合わせるとディフェンダーとは思えないほどのとんでもない火力が出せます。二つ目はダウンした時に体力が 15% 回復。ディフェンダーということもあり、この特性は相性が良く、今まで以上に耐久性が増しました。回復無効があるからこそ認められた性能だと思いますが、かなり強いですよね。敵を KO した時のスキル短縮もありがたいです。状態上耐性や吹っ飛ばし耐性がない点は心配ですが、火力はありますし、引っ張ってこれますし、で強いディフェンス。なんでこうお前ばっかり強くなるんだ。痛い。あなただって去年修正来てたじゃない。今回のロジャーガチャのお供がレイリーとガープだった。やった。バウンティーラッシュモネ。モネの強みはスキル1の雪山シールド。最大体力 150% のシールドを出現させます。単純にシールドとしても強いんですが、踏み入れた敵を凍結状態にできるのが非常に強力。時間を稼ぐことができますし、その間に通常攻撃を打ってシールドスキルを短縮することもできます。修正が入ったことによりシールドの強度と頻度が上がりました。スキルには回転率の高い吹っ飛ばしスキルで、シンプルに使いやすいといった感じです。他にも通常攻撃で凍結状態を付与できたり、攻撃力増加解除ができたりと、向上の域を超えたディフェンダーなんですが、シールドがない時はかなりきつい。このため使う場合はシールドの強度を上げるため、メダルは体力ぶりにする。高頻度でシールドを貼るためにスキル1短縮ができるメダルを使うといったことが大切です。イベントメダルではありますが、クリティカルの依存メダルが使ってて楽しかったです。今回はこの雪山シールドを使って闘魚を凍らせて捕まえようかなと思います。やっぱね、闘魚肉というものは一度味わってみたいということでやっていきましょう。バウンティーラッシュレイジュ。レイジュの強みはスキル2のピンクシェルター。約5秒間という長い時間、自分とバリア内にいる味方に無敵状態を付与します。始まりと終わりに隙は生じるものの、旗を一定時間守れたり、仲間のアシストをすることが可能です。クールタイム短縮も毒を扱うレイジュにとってはお茶の子再々なので、思いのほか早く撃つことができます。それだけでも厄介なゲッターなんですが、情報修正によりシールドが追加されました。どんな攻撃も一度は無効にしてくれる便利なシールド。よろけたところや焦って回避をしたところにスキル1のピングホーネットを当てれば大体瀕死に持っていけます。そんな向上レベルを明らかに超えているレイジュの弱点は、ダメ化性能が一切ないこと。スキルにはシールドがない生身の状態だともろにダメージを食らうので、そこは要注意です。シールドは旗をダッシュした時に回復するので、余裕があれば抜かせてやってください。レイジュちゃん、俺も毒にやられたから、この前のルフィのように頼む。あの熱い濃厚な傷。